the world title, introducing the undefeated Gervonta Tank Davis! ボクシング解体新書、戦慄の KO マシーン、世界一のアッパーの名手、ジャーボン・テイ・デイビス。その強さの秘密に迫ります。悪道、野生児、やんちゃくれ、傍若無人、自由奔放。そんな表現がぴったりの世界王者、ジャーボン・テイ・デイビス。主戦場のライト級には、ワシル・ロマチェンコ、テュオフィモ・ロペス、デビン・ヘイニー、ライアン・ガルシアなどの知名度の高い競合がひしめいてますが、私が一番好きなのが、デイビスです。なお、ジャーボン・テイを、ゲル・ホンタ、ガー・ホンタ、などと称している記事を目にしますが、正しくは、ジャーボン・テイです。KO 失格を犯したり、倒れた相手に侮辱的なパフォーマンスをしたり、防げるパンチを無駄にもらったり、当て逃げ事件を起こしたり、井上尚弥選手のような優等生とは真逆のキャラクターですが、鼻から判定決着なんて頭にないファイトスタイルは、型にはまれば、今挙げた強豪たちをも簡単に倒しうる圧倒的なスピードとパワーを持った怪物です。身長166センチと、今挙げたライバルたちの誰よりも小柄ですが、それを補ってあまりある身体能力で、とにかく相手を殴り倒します。2021年10月時点で、25戦全勝。なんとそのうち、KO 勝ちが24という、KO 率 95% を超える、喫水の倒し屋です。その試合運びは単純明快。各ラウンドの優劣を計算しながら、判定決着も見据えて戦うのではなく、12ラウンドの中で、どこかで KO すれば、スコアなんて関係ない、というスタイルで戦っている感が溢れています。実は過去10年で、海外選手の中で、私がこの選手は必ず世界チャンピオンになる、と強く感じた選手が3人いまして、その中の1人がデイビスでした。ちなみにもう1人はフェリックス・ベルデホでしたが、見事に裏切られました。最後の1人はまだ道の途中ですが、今もその思いに変わりはありませんし、デイビスよりも大好きな選手です。その選手の KO 率はデイビスを上回る5番です。もしピンときた人は気軽にコメントをお願いします。近い将来、必ず世界チャンピオンになると思います。話はそれましたが、そんなデイビスの強さの秘密を直近の数試合の KO ラウンドをピックアップして皆さんに解説してみたいと思います。2017年1月14日、IBF 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、王者ホセ・ペドラサ、22戦全勝、挑戦者ジャーボン・テイ・デイビス、16戦全勝、15KO。単発のパンチのスピードはライト級ナンバーワンかもしれません。デイビス独特のストレートの打ち方です。いわゆるノーモーションのパンチです。普通は強打しづらいノーモーションのパンチでありながら、パワーも持ち合わせているのがデイビスのすごいところです。体の回転よりも先に拳が出ていくので、体の回転が追いつかない分を、後ろ足を上げることで回転を助けるとともに、パンチの距離を稼いでいます。飛び込みながらの右フック。これもデイビスの得意技です。下半身のバネが強力な証拠です。この右ボディが相当効きました。小さいストロークですが、溝落ちにピンポイントで食い込んでいます。ペドロサの L 字ガードのほんのわずかな隙間への精密なショットです。本当に効いてしまうと、どうしても表情や体が反応してしまいます。思わずペドロサは右手でお腹を押さえ、デイビスはこれを見逃しません。追撃の一打に注目です。近づいてから撃つのではなく、射程外からいきなり拳を飛ばすと同時にジャンプすることで距離を伸ばしています。後ろの手でこれができる選手はほとんどいないと思います。ヒットの瞬間、デイビスは宙に浮いています。ここからさらに前方に浮遊して着地することで、フォロースルーが稼げて強打になります。ペドロサはまだボディが効いていて手が出せません。
アッパーをピンポイントでねじ込んで、ペドロサの首が曲がります。もう一度アッパーから、右フック、左ストレート、右アッパー、ペドロサの右をスウェーで外して左、ロマチェンコのような手数重視の速射型の連打とは対照的に、一発一発を正確に強く打ち抜くというスタイルです。ガラ空きの顔面に得意の左アッパー、デイビスのパンチの優先順位はいつでもアッパーが最優先です。肘をしっかり上に上げて拳に重みを乗せた左の打ち下ろし、斜め上に打ち上げた強烈な右フックが顔面を襲います。トランクスのひらひらの動きが体の素早い回転を伴っていることを物語ります。しかもインパクトの瞬間、右足を浮かせて体の回転を促進しています。こうして体全体の重みが拳に乗った強力なパンチが生まれます。拳の弧を描く動きと同調して体が回転しているのがわかりますよね。肩の関節を中心に動かして打つのではなく、首の付け根から拳までを一本の L 字定規のように固定しながら体の回転でパンチを当てているのがわかると思います。そしてインパクトの瞬間にガチッと肩と肘の関節が固定されていて、体全体のパワーを逃さずに拳に乗せています。私が考える理想的なフックの打ち方です。ペドラサはパンチが来るのは見えていたと思いますが、それでもこの威力には耐えることができませんでした。ペドラサはデイビスに負けた後も戦い続け、その後の戦績は2021年10月現在で7勝2敗、2敗のうち1敗はロマチェンコに判定負けしたもので、デイビス以外の相手には未だに KO 負けはしていません。このことからもデイビスがどれだけ強いのかがわかりますよね。2017年5月20日 IBF 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、王者ジャーボンテイ・デイビス、17戦全勝 16KO、 挑戦者リアム・ウォルシュ、21戦全勝 14KO。 えぐい跳躍力のロングジャブです。後ろ足の蹴る力、バネが半端ないです。後ろ足の蹴りの力だけで体全体を前に推進させる予備動作のないシャープなジャブにウォルシュの反応が遅れます。後ろ足の着地と同時に再度地面を蹴って大きくステップインしてボディストレート、打ち下ろしの左、腕の軌道に注目です。思いっきり肘を上げて、肘から拳がほぼ垂直の状態で真上からパンチを打っています。拳の軌道を肘がトレースすることで、腕全体の重みが拳にかかります。ボディにジャブを見せて、顔面にダイナミックなオーバーハンドを炸裂します。ウォルシュもカウンターを出していますが、スピードとパワーには歴然の差があります。ウォルシュが密着して膠着しようとするも、強引に振りほどいて何度も左を強振します。他の選手にはない野性味を感じます。遠い距離からのダイレクトの左、ウォルシュが備えているにもかかわらずヒットさせてしまう鋭い踏み込み、ハンドスピード、大きなフォロースルーです。低くクリンチに逃れようとするウォルシュを上から見据え、体を反って空間を作りながら拳を上に振り上げてからハンマーパンチを落とします。返しの右がラリアットになってウォルシュの体を揺らし、ダッキングしながら浮き上がってきて、頭が止まった瞬間に再度左の打ち下ろしです。これが致命打になって倒れていくウォルシュにダメ押しの右アッパーから左の打ち下ろしです。デイビスの連打には強弱とか次へのつなぎなどは少なくて、ほとんどのパンチが力強く、しかも正確に狙った的を射抜きます。これが 95% を超える高い KO 率を生んでいます。別の角度からもう一度見てみましょう。この状態から左をかぶせるのは角度的に難しいのですが、体を反ってスペースを作りつつ、拳を振り上げて、今の自分の頭の位置くらいまで打ち下ろしの起点を持っていって、そこからパンチを打ち落としています。
ラリアットで右手一本でウォルシュの体勢を大きく崩します。打ち下ろしのストレート。右アッパー。左の打ち下ろし。えぐい連打です。まだふらついています。デイビス独特のアッパー。わかりづらいですが、フォロースルーで手の甲が上に向いています。稀にこういう打ち方もするんですよね。豪快に右を空振り。とどめの左の打ち下ろし。この表情と動き、下手なモノマネより類人猿にそっくりです。まさにゴリラ級の強さです。ウォルシュはデイビスに負けた後も試合に出場し、その後の戦績は2021年10月現在で2戦全勝となっています。2019年2月9日 IBF 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、王者ジャーボンテイ・デイビス20戦全勝 19KO、 挑戦者ウーゴ・ルイス39勝4敗。不用意にカウンターをクリーンヒットされます。この一撃で目が覚めたのか、この後は素晴らしい集中力を発揮し、結局これがこの試合で唯一もらったパンチになりました。不敵に笑っています。じりじりと射程圏内に近づいてダイレクトに左ストレートを直撃します。一旦体を沈めて下を意識させておいて、もう一度ダイレクトの伸びる左をガードの間にねじ込んでいます。カウンターを警戒しながら左を狙います。この試合はディフェンス意識が非常に高いです。右フックの空振り直後、ルイスの右を察知しすっと素早く下がります。気づきましたか？今の動きもデイビスの類稀な動物的な危機察知能力が発揮されたシーンだと思います。ジャブを右にかわして、おそらく右アッパーか右フックを狙おうとしたのだと思います。デイビスの目はしっかりルイスを見据えています。ですがとっさにルイスの右を察知し、自らの攻撃を封印し、顔を右に背けながらダッキング、スウェイとディフェンスにシフトチェンジです。普通はこの状態からはディフェンスに切り替えられないと思うんですが、私にはきっと無理です。今の解説を踏まえてもう一度ご覧ください。ここからがフィニッシュシーンです。ド派手なダウンシーンではありませんが、ルイスの鼻の骨と心をへし折った強烈な右フックでした。顔の痛みとデイビスの規格外の強打にもはや戦闘意欲を完全に失っています。ジャブをしっかり伸ばします。ストレートを打ち抜きますが、ルイスがロープを利用して後ろに逃れます。フィニッシュの右フックを放つ直前の場面です。パンチを打ち出すと同時にルイスの顔がロープの反動で前に近づいてくるのですが、動いている的との距離をしっかりアジャストして、ここしかないというベストの位置に寸分の狂いなくピンポイントで突き刺しています。インパクトの直前から肘が上がっていって、インパクトの瞬間には肘の高さを拳と同じ軌道に持っていっています。私が考える理想のインパクトです。グローブについた血を気にする余裕です。ルイスはこの試合を最後に現役を退いています。2019年7月27日 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、王者ジャーボンテイ・デイビス21戦全勝 20KO、 挑戦者リカルド・ヌネス21勝2敗。研ぎ澄まされた集中力を発揮した先ほどのルイス戦とは別人のように、この試合では全くやる気が感じられません。ガードもルーズで、スタンスも狭く、態度もどこかふてぶてしく、緊張感がみじんも感じられません。私にはこれもデイビスの魅力の一つなのですが、ヌネスが気を抜いた一瞬の隙に下から左フックを打ち上げ、ふらついたと見るや本気スイッチが入ります。両足同時のバックステップでスペースを作って、空中殺法のフライング左フックです。着地してすぐさま
連続でフライング右フック、下半身のバネが半端ないです。類人猿並みに凶暴な相手に、クリンチ際でこんな余裕をかましている時点で、ヌネスは大きなミスを犯していますよね。正確なコントロールでガードの間を打ち抜く、右フックと、左アッパー。さっきまで全く集中していなかったのが、嘘のような暴れっぷりです。さらに、一気に畳みかけます。体を沈めてボディへのフェイクを入れてから、顔面にダイナミックな左フックを直撃し、ヌネスの首が90度曲がって天井を向きます。ヌネスもデイビスの左の打ち出しと同時に、ガラキになっているデイビスの顔面に左フックを放つのですが、デイビスは沈めた状態を上に起こしながら左を打ち出しているので、ヌネスの左は少しだけ的を外します。追撃の左フック、右フック。フィニッシュの左フック。左の相打ち。よりコンパクトなヌネスの左が先にデイビスに届いていますが、上体を上に起こしながら攻撃しているデイビスの顎のわずか下を通過し、その直後に全く見えていない左をもろに被弾します。強烈な左フックがテンプルの上を直撃し、大きく頭が揺れたところでレフリーが割って入ります。よく見ると、デイビスの顎先をかすめています。仮に、もしまともに当たっていたとしても、このフックではデイビスにダメージはなかったでしょうし、そんなのお構いなしにデイビスの左が炸裂していたでしょう。ヌネスはデイビスに負けた後も戦い続け、その後の戦績は2021年10月現在で2勝 2KO と再浮上を目指しているようです。2019年12月28日、WBA 世界ライト級タイトルマッチ王者決定戦、ジャーボンテイ・デイビス、22戦全勝 21KO。 対するはユリオリキス・ガンボア、30勝2敗。安全圏から鋭く大きい踏み込みでボディジャブを刺して、ガンボアの意識とガードを下に下げておいて、顔面に左ストレート。気の強いガンボアは効かされながらもノーガードで反撃。よくこれで墓穴を掘るのですが、デイビスの追撃はわずかに軌道がずれて、ガンボア救われます。左フック間一発、下がりながらショートフック、ライトホーデイビス振りほどいて強引にフック、体の回転を伴ったド迫力の左右のフック。後ろ足が滑ったように見えますが、動かそうとした前足がガンボアの足に引っかかってバランスを崩したんだと思います。ここからフィニッシュまでの十数秒のデイビスの攻撃は迫力満点です。2シーンに分けて解説していきます。ガンボアが牽制気味にジャブを2連打した後の3発目のジャブを踏み込みながら前にくぐって即左アッパー、右を出そうとしていたガンボアは不意に食らったアッパーに効かされて腰が落ちます。左足を蹴り上げて追撃の左ストレート、豪快な左フックもヒットします。ガンボアの反撃も見えていればどうってことありません。軽く被弾しても気にせずそのまま左アッパー、密着して膠着状態を作りたいガンボアを歩きながら振りほどいて、普通は出せない体勢から放ったえぐいアッパーが間一発外れます。大胆に左足を大きく前に踏み出して、一気に距離を縮めながら、着地と同時にそのまま左アッパー。一瞬だけスイッチしてるわけで、デイビスにしかできないような離れ技です。このフォロースルーの高さ、やばいです。漫画みたいな打ち方です。もしまともに当たっていたら、ガンボアは失神していたでしょうね。体を沈めてボディを意識させると同時に、下半身で溜めを作って、一気に伸び上がりながら左フックを放り込みます。お互いが一歩引いて、再度体を沈めながら左足を踏み出し、頭を左前方に動かして的を外しておいて、
一気に体をねじり上げて左アッパーを突き上げます。サウスポーでありながら勝負どころで左アッパーにより推進力をつけるために大胆に左足を大きく踏み込みながら体をねじってその反動を利用して一気に打ち上げます。腰と背中を反り上げて体全体のパワーでアッパーを打っているのでより強い衝撃を相手に与えることができます。ガンボアはデイビスに負けた後もデビン・ヘイニーに挑戦しましたが判定負けを喫しています。2020年10月31日 WBA 世界スーパーフェザー級 WBA 世界ライト級タイトルマッチ、ライト級王者ジャーボンテイ・デイビス23戦全勝 22KO、 対するはスーパーフェザー級王者レオ・サンタクルス37勝1敗1分け。この試合は非常に競った戦いで5ラウンド終了時点でジャッジ3者が皆1ポイント差でデイビスを支持していました。直近の4ラウンド5ラウンドはジャッジ3者がフルマークでデイビスを支持しているように少しずつデイビスがサンタクルスを追い詰める展開となって迎えた6ラウンド目でした。パンチを打ちまくっているのはサンタクルスなのですが終始前に出てプレッシャーをかけているのはデイビスです。サンタクルスの攻撃力に脅威を感じなくなったデイビスが一撃必殺を狙う展開です。細かい被弾など気にしません。水平切りの右フック、左ストレート、相打ち上等でパワー勝負に打って出ます。ノンストップで延々と続くデイビスのプレッシャーに疲れたような呆れたような複雑な表情を見せるサンタクルス。力のないフックを避けようともせず仕留める機会を伺っています。パンチは見えているはずですがめんどくせえと言わんばかりに避けようとも止めようともせずまともに被弾します。耐久力にも相当の自信を持っている証拠ですよね。右が当たると感じたサンタクルスが再度右を打ち込みガードを割ってデイビスの額をかすめます。一瞬間ができます。この時サンタクルスは通用していると感じた右を出すと決め、デイビスは再度右が来ることを予測して待ち構えます。右を外されたサンタクルスはしっかりデイビスの反撃動作を見据えてボディをガードしようとします。確かにこの位置関係とデイビスの体勢であればほとんどのボクサーは左ボディを警戒すると思います。ところが狙いは顔面へのアッパー。サンタクルスも顎を引いて首に力を入れていたはずですが強烈なパンチに首が90度ひん曲がります。パンチを避けると同時にガンボア戦と同じように左足を踏み込みながら上体を左にねじってその反動で右にねじり戻しながら左アッパー。ガンボア戦とは違って右を出したサンタクルスの上体が左に流れてサンタクルスの顔がアッパーの射程範囲からは少し遠くなってしまったのですが腰を反りながら体をねじりまくってパンチを届かせています。本当に素晴らしいボクシング史に残るアッパーだと思います。サンタクルスに大きなミスはなかったと思いますし必死に抵抗した結果の見事な散り際だったと思います。2021年6月26日 WBA 世界スーパーライト級タイトルマッチ、王者マリオ・バリオス26戦全勝 17KO、 挑戦者ジャーボンテイ・デイビス24戦全勝 23KO。 上体を沈めてボディ打ちのフェイントです。この後不覚にもバリオスの左手がもろにフェイントに釣られてしまいます。意識が下へ向いたところにこめかみに右フックがジャストミート、しまったと思った時にはもう遅いですよね。デイビス畳みかけます。豪快に左フック、バリオスも懸命に左フックを出していますがパワーが違いすぎてデイビスにとっては何の脅威にもなっていません。デイビスは試合を終わらせに行きますがバリオスも脅威の粘りを見せます。ガードの奥に横殴りの左フック、またも下へのフェイントを入れての上へのフックで
バリオスの体をガードごと揺らします。ガードの間にストレートを直撃、来いとバリアスも健在をアピール。低く入っておいて大きく伸び上がりながらの右フック、この大きなアクションをこのスピードでこなせる身体能力はすごいです。ジャブをヒットし、頭を右にずらしながら左フック。距離ができて、バリオスがガードを緩めた瞬間に、ロングジャブを飛ばします。小柄ですが、射程範囲は異常に広いです。もう説明不要ですね。ガンボア戦、サンタクルス戦でも見せた、左足を前に出しての天空アッパーが空を切ります。そして、この距離、この体勢から、一瞬で体をねじり戻しながら、右フックを余裕で届かせます。予測しづらい意外性のあるパンチです。このシーンだけを切り取れば、完全にオーソドックスの選手ですよね。こうしてぴょんぴょんとしたステップを踏むと、ガードが緩くなってしまう傾向があります。じわりじわりと前進して、プレッシャーをかけます。ボディアッパー。左をかわされて、バリオスがデイビス張りのアッパーを打ち上げますが、デイビスはしっかり反応して、後ろにかわしています。腰を引いてかがんだバリオスの溝落ちに左アッパー。左フックの相打ち。これはデイビスも危なかったですね。ボディフェイントからの上へのフックが見事にヒットしています。これだけ頭を移動しながら打っているので、相打ちになったとしても、相手の左が当たる確率はかなり低いです。接近戦でのアッパーの相打ちです。お腹に力を入れていない状態での溝落ちへの強打の直撃は地獄の苦しみです。最後の一撃です。体を沈めて起き上がりながら顔面に左フック一閃。バリオスの腰がカクッと砕けて、レフリーがストップをかけます。どうでしたか？デイビスの凄さを感じていただけたら嬉しいです。そして12月5日、デイビスの試合が決まりました。この試合は相当やばいです。相手のローランド・ロメロもデイビスに負けないくらいの野獣っぷりで、14戦全勝、12KO という荒くれファイターです。デイビスのようなスピードやテクニックはありませんが、パンチ力と頑丈さはデイビスに引けを取りません。指摘、大注目の一戦です。今回の動画はここまでです。少しは楽しんでいただけたでしょうか。これからもボクシング解体新書独自の視点でボクシングの醍醐味をお伝えしていきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ボクシング解体新書でボクシングを100倍楽しみましょう。